あの人はこれまで死んでもおかしくない目に何度も遭っていますが、生き残っている。アンデッドマン。何者かが佐竹さんを亡き者にしようとしている。私の使命は子供たちの安全を守ることだ。強盗だ。レイジの金を出せ。皆さんにはお世話になっていますから。幸せなんてものとは縁遠い。所詮人間なんて一皮むけば獣同士。行くぞ、薬はこっちだ。こんなところで死ねるか。俺と知恵の間に何があったのかを知るまで絶対に死なない。あの男が犯罪組織の一員だってのか。この依頼どうされますか。何者かに削除されていた部分があったみたいでね。拷問ソムリエの目は欺けぬと知れ。彼は私にとって最高の研究サンプル。絶対に逃がしません。日本に帰ってご自分の運命に決着をつけようとしている。ヒロフミ、私のこと信じてくれる。前にもこんなことが、はあ、思い出した。全部思い出したぞ。